もう何これガチで、どうやって倒せばいいの。こんにちは、金色玉三郎です。今日はピクミン4やっていきたいと思います。前回の続きからで、今からね探索に行くところですね。準備 OK です。金玉さん、ビーグル号へどうぞと。なんかあれだよね、でっかい犬のところに行くって話だよね。ねちょっといいかしら。さあ来たぞ。なんだ、スパニエルさん、どうしたのかな。ルイさんにはいろいろお世話になったわ。そうなの。だからちゃんと救助して連れて帰ってきてね。彼とは少しお話ししたいの。あ、最後の一人ってルーイなのか。ルーイは何をお世話になったんだ。アイカピー、ルーイも救助する。何をコピーするのか知らないけど、忘れないでちょうだいね。笑顔だけどなんだか圧が強いですね。ジュースの恨みはそれだけ深いということです。ジュースを取られたんだもんね。彼女の食に対する執着はものすごいのだ。とにかくコンタマ、ルーイを探し出して犬の細胞を手に入れるのだと。頼んだぞ。 OK 行こう。さあということで行こう。あ、モスも増えてるね。モスも増えてる、見守ってくれてるわ。さあ頑張っていきたいと思います。いやもういよいよクライマックスなんじゃない。だからこれ 100% にしたらさすがにもう終わりでしょう。さあ、プルルリル、プルリロリロリロンって言った。無事に着いたようだな、コンタマオチン。巨大な犬の手がかりが必要だ。匂い鍵で、ルイの後を追ってくれと。まあでも、場所わかってるよね。一番奥のとこだよね。さあ、ということで、拠点をね、移動しましたは、まあ、ここだと思うんですよ。あ、てかもう洞窟できてるし。一応まあ、イベントとして、ルイの匂いを変えとこっか。一旦ね。このルイ臭を。ルーイ臭を辿ってもらおう。まあでももう大丈夫だと思うんだよね。ただ一応まあね、そう言ってくれてるんで、まあ言うこと聞いてあげよう。花を持たせてあげるっていう意味も込めてね。さあ、これでクン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 書いて、しっかりと、いや、オッチンほんとすごいよな。バチッとわかるわけだから。いや、ここね、当時も怪しいなーって言ってたんですよ。なんか奥に岩があって、岩しかないけど動かせないなーみたいな。で、そこが洞窟になってるわ。まあ、岩が抜いたら洞窟がありましたみたいな、そういうストーリーなんだろうね。さあ、ボローンと開きました。こんなところに洞窟なんてありましたっけ。ちょっと座標データ調べてみますね。てん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 。おや、これは、なんだ、王の穴。でかい犬、やっと手名付けた。しばらくこいつの住処に隠れと、こう。かなり深いし、ご馳走もたくさんいる。あいつらも諦めて帰るはず。あいつらって僕らのことかな。でかいの手名付けた。最後、ルーイと戦うの。じゃあ、ルーイとルーイの犬と戦うのかな。ルーイさんの西のようです。こんなところに隠れていたんですね。間違いないな。巨大な犬も一緒のようだ。ゴンタマ、オッチン、気をつけて探索してきてくれ。オッケー、行こう。王の穴一回ね。いや、すごいよ。救助。まあ、これがルーイで、48個だ。で、あと1個49個。あと、まだ見つかってないやつあって、あと1個は金ですね。金の延べ棒ですね。さあ、青ピクミンと紫ピクミンと、白ピクミンということで、そうだね。まあ、光ピクミンも連れて行ったらいいと思うから、一旦まあ、紫ピクミンは多分20いた方がいいよね。ちょっと1になっちゃうけど。青ピクミンが、あ、なんだ、なんか変なことになっちゃってんな。20、20、30でいいんじゃない。光ピクミン30でいいんじゃないかな。コロノを布陣でいきたいと思います。さあ、わーと落ちてきて、いきなりもう変換できるね。青ピクミンを変えることができるわ。うな、キノコのやついる、毒だ。おい、ルイさん、いたら返事してください。静かに。ルーイがいるところには巨大な犬もいるだろう。オチを治すにはその細胞が必要だ。逃げられないよ、慎重に頼む。なるほどね。で、いきなりなんかやばそうな奴がいて、まあ、これは多分、白ピクミンを増やせるんだよね。青ピクミンいっぱい連れてきたらよかったな、じゃあ。多分、青ピクミンが単純に多いからっていう理由でこうなってるんで、もっと連れてきたらよかったですね、と。うわあ、これ、ま、一旦光ピクミン、いや、光ピクミンいた方がいいな、絶対。光の種を使いますか。4、5、6。まあ、これで100にするか。
いっぱい頑張ってね、夜の探索頑張ったんで、いっぱいいます4ということですよね。さあ、どん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 出して。オッケー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 。これで、マックスになりましたよと。で、あの子に見つからずに、もろもろちょっとやりたいなっていうところはあるよな。ね？まだ見つかってないかな？バカな、さっき倒したはず。え、ちょっと待って、本当だ、復活してる。やっぱ大元をやらないとどこにもならないって話なんだ。あいつが生み続けるんだ。やば。チートじゃん。チートモンスターじゃん。あいつを倒さないとどうにもならないんだ。だこの、これは解除しても大丈夫でしょ？お、めっちゃ来た、めっちゃ来た。ね。これは解除しとこう。これは解除しないと動きにくいんで、単純に。胞子がかかると生き返る。なるほどね。そういうことか。え、待って、なんかピクミンやられてるんだけど。は？なんでな？急いで持っていって。あ、違えた。いや、これも蘇るんだ。なるほどね。そういう話なんだ。であればもう分かりましたよ。この野郎！調子に乗り上がって！待って、めっちゃむずい。なんだこれ。ちょっと待ってね。一旦あれして。これ使って。あ、でも今倒れてるじゃん。あ、ダメか。待って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 、やばいやばいやばい、待って、やばい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 。待ってね。ちょっと一旦冷静になろっか。この爆弾とか効くのかな、この子に今。いや、君じゃない、君じゃない。いや、効いてないね。効いてる？あ、間違えた、間違えた。違う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 。ちょっと待って、冷静になろう、冷静になろう、一旦。爆弾が暴発しちゃってる。やばい、なんかやばいことになってる、やばいことになってる。うーん、くっそー、戻ってきてー。ダメージがあんま入ってないよな。いや、生き返らされちゃうんだよね。で、これも蘇っちゃうんだよ。突進効くこれ。で、紫ピクミンのパワーでどん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 。やばすぎ。やばい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 。もう何これ、ガチでどうやって倒せばいいの。めっちゃむずいんだけど、ガチで。ガチでむずい。いや、もう雷も使っちゃうよ。じゃあゴリ押し、ゴリ押し。あ、いったかな。いや、ゴリ押したね。まあだいぶ失ったわ、正直。正直だいぶ失っちゃったな。いきなり十何匹失ってるんで、ちょっともう取り返しつかないっすね、これ。取り返しつきません。あー、ちょっと待って待って、ピクミンやられてるやられてる。はい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 。よいしょー。いやー、大変だったね、いきなり。いきなり大変だったぞ、めちゃくちゃ。誰が
光ピクミン、まあバランスよくみんないなくなっちゃったって感じか。あ、花はもう咲いてるもんね、全然。なので回収してもろて、オーケーオーケー、一旦オーケーですね。一旦オーケーですが、11匹いきなり失いました。いや、でもあれちょっとよくわかんなかったね。なんか最初全然ダメージ入んないかと思ったら、急にダメージ入るようになって。そのあたりのあれがちょっとよくわかんなかったな。はい、今 5% だったわ。ってことはこれ20回あるぞ。それはちょっと、なるほどですね。で、なんか明らかにでかいやついて、とりあえず、これ倒して、やばそうなやつがいるんだよね、一人ね。ちょっとこれでも邪魔だから運ぶ？オッケー。周りをサクッとやっとこう。周りをサクッとやっておいて。あいつがやばいよね、絶対。あいつは絶対やばいよ。あいつだけは、しっかりと、冷静に相手にしたい。だから、この邪魔な子たちを運んどいて、オッケーオッケーオッケー。なんで動かないんだろうね、あの子ね。やっちゃっていいの？やっちゃっていいんすか？じゃあ。いいんすか？いや、これはね、多分ね、フラッシュバーストを先にやって、いや、これ絶対強いんですよ。絶対強いんで、こうするでしょ？で、フラッシュバーストするでしょ？で、オッチンでも突撃するでしょ？オッケー！あれ？全然強くないんか。全然強くないんかい。どういうことなの、ガチで。全然強くないんすか。強そうに見えて。さあ、オルゴール、どんなミュージック。うわ、何のミュージックかちょっと分かんなかったわ。何のミュージックか分かんないけど、あ、楽器のお宝全部回収クリアだって。あぶねえ、ここにもなんかあった。何これ、何、絵の具だ、絵の具。あー、でこれでもう終わりだもんね。え、何だったんだろう、ガチで何だったんでしょうか。でも3つは全部終わってるから、そうだよね。なので大丈夫でしょうと。オーケー、じゃあ次行こうか。こんな感じのやつが続いてるんだ。だって20回立てだからね。やばいよ、ガチで。今日どこまでやれるかだね。さあ、3階に来ました。誰がいるでしょうかと。3匹隠れてるっていうスタイルか。これが一番むずいね。わかんないから。あ、ただ3匹いることは間違いないということなので。まあ、とりあえずこれを使いつつ、行きましょうか。さあ、来い。一匹ずつ。こいつか。あ、やばい。ちょっと待って。やばい。この子ね。この子どうやって倒すんだっけ？出ておいで。待って。どこ行ってる。待って。そう、落ち着け。大丈夫。落ち着けば絶対大丈夫だから。これ一個ずつやっていった方がいいよ、ガチで。これでいい。分散しちゃうんだよな。分散しちゃうから、やばい。分散しない方が絶対強いんだよ。そう、一旦多分引っ込ませて、これが一番強いんだけど、光ピクミンが分散しちゃうんだよな。この一人に行ってくれたら一番強いんだけど、ほら、なんか分散しちゃうんだよ。危ないよ。な、変な戦い方だけど、
この戦い方でいくわ。これでガシャンとやって、オッケー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 、これでいい、これでいい、これでいい、このゆっくりスタイルでいい。あ、これ今いけるのかな。あ、やっちゃった。刺してもらって、刺してもらってなのかな。まあいや、一旦引っ込ませてもらって、でグーンで、今度はもう分散しないんで、これ出たところをガシャンといって、ガガガガガーンとガッツリいって、オッケー、ベリーナイスー、オッケーオッケー、一人犠牲でなんとか抑えたね。ここは良かった良かった。一匹一匹やっていけばいいんで。これでいい、これでいい、これでいい、これでいい。はいはいはい。ほい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 で。ほい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 と。オーケー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 。冷静でしたね。非常に冷静なプレイ。で、とにかくお花がこんなに重要なのかっていうぐらい、お花をめちゃめちゃ、いただきますね。お花をたくさんいただいていまして。でももうみんな咲いちゃってんだよね、これね。お花が。あ、でも意外と意外と大人気ですか。大丈夫かな。 OK。 じゃあ次行きましょうか。次に行きましょう。全部運び込んでくれたよね。 OK。 結構サクサクだな。最初のやつが一番難しかったな。復活させるっていう。まあでも一人一人やってくっていう風のことを心がけよう。さあ4階ですね。やばい、こんな長い洞窟初めてだよね。最大でも5階じゃない。20回立てて。で、なんか、あ、あいつか。で、ちょっと普通のダンジョンみたいな感じもするな。あの子が、うわ、転が、そういうことか。普通のダンジョンに見えてこれ。そういうことね。敵大丈夫？敵死んだけど。敵死にましたが。これはでももうあれだよな、一旦。で、これを下ろさないといけないんだね。紫ピクミン2人で下ろそっか。OK。で、あ、ここに行けるようになりますよってことか。OK、OK、OK。じゃあ、ここはもう冷静に。OK。いや、めちゃくちゃ冷静よ。めちゃくちゃ冷静。で、ちょっと待って、あいつ倒すのむずすぎない？あいつどうやって倒すのかちで。どうやって倒すの？あいつに好きなんてあるか？あそこでずっとあれを連打されちゃ勝てないんじゃないか？ね。あ、爆弾でも投げるじゃん。爆弾ちょっと使いすぎてるな。いやでもこれは効かなそうだな。これで、あれ、な、効かない、何も効いてないよ。何も効いてない。やっぱダメだな。ピクピク人参めっちゃ吸ってる。吸った？ピクピク人参吸って。あ、しびれた。よぶねなんか、ピクミンがちょっと犠牲になっちゃったけど。いや、でもこれいい、これいい、これいい、これでいい、これでいい。よいしょ、これでしっかりやってきゃいいんで。オッケー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 。ゴルフボールがなんかたっぷり出て。いや、ちょっと犠牲多かったね、でも。多分ここにね、ピクミンがいて、その子たちを救えなかったんで、5匹犠牲になっちゃったかな。ちょっとこのペースで言ってたら結構やばいね、普通に。このペースはちょっとまずいけど、初見だとあんまパッと対策わかんないんだよな。冷静にやりすぎても時間が
ね、べらぼうにかかっちゃうしね。ちょっとこの辺り難しいな。とりあえず、ちょっと投げすぎるとね、ピクミンが外にボヨーンって行くかもしれないんで、ちょっと最小限のピクミンで行かしてもろって、そして光ピクミンで行ってもらう、これ。よいしょ。よいしょ。で、これはもうでかいもんね。紫ピクミン。まあ、紫ピクミン6匹体制ぐらいでいいんじゃない？ちょっと早くなるでしょ。おお、そんな8匹とかもいけるんだ。さあ、これはかなり重そう。先これ運びしたいけど、間に合わないか。あれがもう道路パンパンなんで、すべてがこれのと同じスピードになっちゃうんだよな。まあ、いいか、どの道、待つ時間は一緒だもんな。さあ、ゴルフボール行って、で、この子も行って、で、あと奥にあったよね、確かね。いや、何してんだ、違う。そうそう、この子も運びたいなと思ってね。よいしょ。よいしょ。さあ、これで、一応全員運べたね。オッケー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 。ベリーオッケー、ベリーオッケー。いやー、めちゃくちゃだったね。まあ、仲間とかそういう感じじゃないんだろうね。だからね。全員押しつぶしていってたもんな。仲間っていう概念ではないんだろうな。さあ、オッケー。さあ、5回。待って、いきなりいるんじゃない？いきなりいるね。これ使って。そうだよね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。待って。よいしょ。乗って。やばい！戻ってきて、急いで。やばい。待ってね。であれば、一旦まあ、これは使うでしょ？これは使って。いや、でもちょっと数減らさないと、さすがにこれきついくないか？大丈夫か？確か顔面しか無理だよね、この子ね。顔面しか無理なんで、紫ピクミン投げまくって、OK。で、一旦待って。いや、やっぱ光ピクミンゲーなんだよ、これ、結局。で、あの子たちがちょっと離れたところでやりたいな、できれば。あ、そうだね。今が良くて、こう行って、で、その間に紫ピクミン投げまくって、で、すぐ回収して、ちょっと一旦乗ろっか。で、離れよ。で、光ピクミンのチャージを待って、で、チャージされたら光ピクミンチャージして、ドンして、で、紫ピクミン投げまくる。これ紫ピクミンじゃない。これ。紫ピクミンを投げまくる。オッケー！あ、ちょっと最初に犠牲出たけど、2匹かな？抑え込んだ方ではあるんじゃないかな？かなり抑え込んだ方ではあると思います。なんとか抑え込み。素晴らしい抑え込みでした。で、3つがいただけますよということだ。まあでも3つも多分もう咲いてるよね。ダメージ、そんなピクミンがダメージは受けてないんで、大丈夫ですわよと。で、お宝も全部回収しましたと。いや、よかったから冷静だったね。やっぱ1匹ずつやっていくのが大事だね。まとめて2匹はやっぱああいうの無理なんで。食べられちゃうからね、なんすね。さあ、ということで6回でございます。長い。まあ多分今日は10回までやって終わりかな。まあ、よっぽどのことがない限りね。あれ？ルイだ。なんか、青いランドセルみたいなの背負ってる。てん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 。いた！ルイさんです。ルイ、迷惑かけるな。この弾追いかけるのだ。どれだけのピクミンがこれやられてると思ってんの？あれ？でも一旦出れる。一旦出ることもできるよって、休憩ゾーンこれ。もしかして。休憩ゾーンなんじゃない？なんかそんな感じするよね。まあ、一旦ちょっと上行ってみるけど。よいしょ。よいしょ。はいはいはい。これを下ろすのかな？これを下ろし込んで。で、今度は氷ピクミンが必要になりますよってことか。あ、だから一旦降りるように言ってんのかな。
消えちゃった。また出てこないかな。まあ、とりあえず青ピクミンを氷ピクミンにして。さあ、こうして、で、これを、よいしょ。これをなんとかしたいんだけど、よいしょ。オッケー。で、3つをいただいて、あ、これで氷ピクミンに3つ吸ってもらえばいいんだね。オッケーで、氷ピクミンにこれを凍らせてもらうしかないから、一旦これは氷ピクミンに任せて、で、これどうやって行くんでしょうかってことだよな。どっから飛ぶんだと。この上に飛んだ時になんか行けんのか？いや、無理だよな。この上にピクミン乗せることもできないし、ちょっとこれまだわかんないか。一旦先に、あ、これ凍ってるから、ありがとうね。凍らし、ナイス。うわぁ。お、で、これでもう出口があって、これに乗ると、あ、上に上がるのかな？上に上がっていって、で、また氷ピクミンか。さあ、オッケーで、次が、あ、これに乗るんだね。あれ、現れた。ちょっと待ってね。現れたんであればやりたい。よいしょ。でも行っちゃうんだよね。行ってしまうんだよな。これが。まあ一応じゃあ、暇つぶし程度に蜜を吸わせておいて、オッケー。あー、ちょうど来た。オッケー。これで飛んで、乗って、で、ぐるーっと回るのか。なんて遠回りなんだ。こんなに遠回りしてゲットするの、アヒル？ガチ？超遠回りだよ、これ。絶対にゲットしたいけどな。絶対にゲットしたいが、ほい。ああ、普通にゲットできる。めちゃくちゃ普通にゲットできる。これが最後だよね。ここに乗って、たところで何もないんで、これがラストか。で、今8回行ったよね。あ、6回か。25% で6回。なんでここに休憩ポイントというか、地上に一旦出るのがあるんだろう。まあでも長いからだよね、多分。一旦休憩ポイントっていうことだ、多分。いや、まあ終わるか。じゃあちょうどキリがいいし、変なところで出るぐらいだったら、こっから地上に出た方がなんか良さそうな気がするもんな。一旦戻るわ。結構もう十分だしね、精神的にだいぶ疲れたんで、緊張感あるからね、バトルを、がっつりやったんで。うわ、しまった。今、光ピクミン置いてかれてたよね。そうだ、光ピクミン置いてかれるんだ、これ。だ、種が25個失ったんだ。うわ、だったら、あれだな、ちゃんと、あれしな、もうちょっと行けばよかったか？光ピクミン、貴重だね、めちゃくちゃね。めっちゃ重要だな、光ピクミン。さあ、ただとりあえずいっぱいゲットしましたよ。くっつきジュエル。これ、アメちゃんだよね。まどろみのメカニックハープ。オルゴールね。で、音楽魂シリーズクリア。10人十色。人生花道。なんだ、これ、霧かな。運任せ。人工天体 OB。オフランス。天界一ハンサム原生生物と。さあ、で、30% 上がったって感じだね。オッケーオッケー。まあ、30% ごとに分けてるって感じなのかな。いやー、でも、ピクミンがね、白ピクミンがっつり失ったって感じなのか。なるほどね。さあ、帰ってきました。で、これで今思ったんだけどさ、さっきの光ピクミンって、カウントされてないじゃん。そもそも死んだ数に。そうなんだ、光ピクミンってし、生き死にの概念で生きてないから、で、どのみち光の種は失うじゃん。だからほら、減ってるじゃん。25個ぐらい、20個ぐらい使って、30個か、使って減ってるじゃん。これさ、光ピクミンを、安全に扱う意味があんまないのかもしんないね。もうその、特に最後のバトルとかだと。だってどのみち持ち帰れないじゃんね。どのみち持ち帰れないなら、光ピクミンをむしろ最前線に置いて戦って、食べられちゃってもどのみち、置いていくことになるからね。まあ、生き死にじゃないからね。だからそういう戦い方もありなのかもしんないね。さあ、ということで、今日の探索はね、終わりたいと思います。まあ、王の穴多分3回に分ける、3回ぐらいに分けることになるかな。がっつりバトルでね、結構疲れるんだよね。
がっつりバトルなんで緊張感が半端ないんですよこれ。お疲れ様でした。はい、ということで帰ってきましたね。うわ、なんかモス目立つね。やっぱいいね。モスはやっぱ目立つわ。オッチンより大きいからね、全然。で、さらに大きい犬ってことだもんね。さあ、とりあえずキラキラエネルギーはもうこれはね、一応、洞窟内で全部見たけどね。ただこの音楽魂、こんなにいっぱいあったんだね。こんなにいっぱいあったんだ。コンプリートボーナス。コンプリートボーナス多いな。いつも100とかじゃないっけ？コンプリートボーナス500も。でももうキラキラエネルギーの使い道がないんだよ、別に。エリアがもう広がるわけじゃないから。キラキラエネルギーの別に使い道はないんだよな。さあ、OK ですね。これでも3万8000になったと。で、90% に増えてますね。いい感じですね。ルイさんってものすごい段取り力ですよね。会社でもかなり優秀な方なんですか？いや、彼があんなにテキパキと仕事をしているのを私も見たことがないんだ。なんで採用してるんだろうね。脳のある高厚めを隠すというからな。ここぞという時のために隠していたのだろう。仕事の方は隠さずしっかりと能力を発揮してほしいところだが、いや、間違いない、確かに。一番披露してほしいとこだよね。はい、ということで次回探索72日目からやっていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。